女優の沢尻エリカ、33。が都内の字。宅マンションで合成麻薬、MDMA を。所持していた疑いで警視庁に逮捕さ。れた11月16日午後にテレビの速報屋根。とニュースで沢尻エリカ容疑者。 麻薬所持の疑いで逮捕と報道され、ると俳優の佐藤二郎が午後6時55分にツイッターで、事実なら、事実でないと祈るが、事実ならと切り出して心境をつぶ、焼いている。